プロデューサーの皆様こんばんは、シャです。昨日ね、やっと僕のデレステが、始まりました。担当を迎えることができました。ということでね、今日はですね、シンデレラキャラバンがね、まあもうここで見てもらえばわかると思うんですけど、まあ4日目ということで、まあ折り返し点でございます、今日。今日あればちょうど4日目で、まあほとんどのイベントが終わるんですけど、まあ今12時ということで、まあ半分終わったんですけど、まあちょっと今自分の発表をね、したいと思います。どれだけ集めたかっていうのを発表したいと思うんですけど、まあ、まず、レアから順番に、紹介しておこうかなと思います。レアはですね、もう一切僕ボックスに入れてないで、ここに全部、ここにね、あるんですけど、まあ、このね、友情ポイント以外はね、そうなんですよね。全部これは本当にキャラバンで落としたレアなんで、はい。39枚かな？だから僕は落としてるのは、レアは。プロデューサーに連絡来てるの？そうですね。レア自体は本当にベジトレと一緒のぐらい上がるのでね、特技上げの時にすごくこんだけ多く落ちるのはすごくありがたいですね。で、あとはね、気になるのはヤスハちゃんとバリサちゃんがね、どれだけ落ちたかっていうのは多分皆さん気になると思うんですけど、ね、ヤスハちゃんはまあこの通りね、10枚落ちました。とりあえずまあだから15は多分おそらく簡単かなっていうふうに思います。ただ調査隊としてね、もうちょい周回しないと、多分ちゃんとしたデータ取れないんで、もうちょいね、ちゃんとがっつり周回したいなっていうふうに思います。で、バリサちゃんはね、今回ね、なかなか落ちないんですよね。バリサちゃんはね、まあ、1枚だけなんですよね。1枚しか落ちてなくて、ちょっとね、もうちょい落ちてもいいんじゃねえかの、ぐらいには思ってるんですけど、バリサちゃん落ちないんですよね。本当に。この白い虎になりたい。はい。ということでね、全然僕は落ちてないんですけど、まあ、とりあえずそれでですね、まあ、いろいろ先ほども、この間の調査隊を募集したところですね、かなり多くの方がご協力していただいて、本当にありがとうございます。で、自分としてはちょっとまあいろいろちょっとデータもね、ちゃんとまとめてね、毎日全部データ上げたいと思うんですけど、なかなかそれができなくて、とりあえず優先的に自分と同じスタラン15で周回してる方のデータを自分のデータと一緒にして、ツイッターで上げてますので、ツイッターの方ぜひフォローよろしくお願いします。今の3日間の結果はこんな感じでございます。はい。こんな感じでございます。あとはね、続きは多分、ツイッターの方で、リアルタイムで見ていただければ、まあ、本当に、おっと参考になるんじゃないのかなと思います。あとパーセンテージさえ出せればね、本当に周回回数がばらつきがあるんで、1回あたりでどれぐらいの可能性で出るのかっていうのもちゃんとパーセンテージで出せれば、まあよりどの曲を弾いた方がいいのかっていうのは多分わかると思うので、ちょっとエクセルの使い方をちょっと思い出しながら、ちょっと自分はパーセンテージ出していこうかなというふうに思います。はい。ちょっとかなり短い動画にはなったんですけど、まあこの感じでね、僕は毎日ちゃんとシンデレラキャラバンを周回して、皆さんのご協力があってデータとしてまとめてやっておりますので、ぜひぜひ、まだまだデータの辺を本当に自分の例えば1日5回しか周回してなかったとしても、そういう報告だけでも全然ありがたいのでね、ぜひ皆さん、よろしくお願いします。では、まだまだ、あと4日間残っていますので、ぜひ皆さん一緒に、シンデレラキャラバン頑張りましょう。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、まあ